離する家。私の地元にはお化けハウスと呼ばれている家があり、10年ほど前から地元では有名なスポットでした。その家は大通りに面した土地に窮屈そうに立つ一軒家で、その家にはおじさんが一人で住んでいます。なぜその家がお化けハウスと呼ばれているかというと、原因は家の外観にありました。家の周りをぐるりと囲うように溝のような穴が掘られているんです。その溝は業者と重機を入れて大人の身長より深く掘られており、家への出入りは板を端のように置いて深く掘られた溝をまたぐように行き来しているようでした。土がむき出しとなった異様に深い溝や、いつもぴっちりと閉められている雨戸、窓には板が打ち付けてあり、そのような人を拒む佇まいに地元では、あそこに住んでいるおじさんは家族に逃げられておかしくなったのだ、地方が入っているんだろう、という噂もあれば、悪い宗教にでもはまってあんなことをやりだしたんだろう、と眉を潜める人もおり、誰も近寄ろうとしませんでした。ただ、その家に住むおじさん曰く、周囲に深い穴を掘った理由は、お化けが入ってくるから、とのことでした。先日、友人数人と久しぶりにその家の前を通ると、いつの間にか、がらんとした空き家になっていたんです。私が、あれ？お化けハウス誰もいなくなってるね、と言うと、そこにいた友人の一人が、実は、前に雨漏りの修理で呼ばれて、あの家に入ったことあるんだよね、と言い出したんです。みんなその話に興味津々で、どうだった？どんな人だった？などと矢継ぎ早に聞くと、普通の人だったよ。喋り方もちゃんとしてたし、変なところは全然なかった、と。地方とかじゃなかったんだ。でもまあ普通の人っぽく見える変な人とかもいるからね、と話が進む中、その友人が詳細を語ってくれたんです。家に行って中に入ったんだけど、家の中もすごかった。家中隙間なく布が貼られていて、修理のために天井の布を剥がすと、生々しく肉筆で書かれたお札がびっちりと貼ってあった、とのことでした。私たちは口々に、肉筆ってことは自分で書いたのかな？やっぱり変な宗教にはまったりして、一家離散したりしたのかな？それで幻覚が見えるようになって、お化けが入ってくる、なんて言い出したのかな？と話し、そうして徐々に話が落ち着き、私や友人たちは、学生時代から身近にあった不気味な家の謎が解けたような気になりました。その日の帰り道、改めてみんなでお化けハウスを見て帰ろう、ということになり、遠回りしたんです。いつも家を見かける時の大通りに面した道ではなく、反対側の道を通ったんです。そうして、普段は見ることのない裏手から家を眺めると、家の付近に誰も手入れしてないのがすぐわかるほど、ぼうぼうと草の生えた場所があったんですが、その中に三つ、ポツンとお墓があることに気がつきました。私有地にお墓があるという田舎特有の状況はわかるのですが、そのお墓とあの家の関係がなんだか異様だったんです。あの家の周囲を囲むように掘られた深い溝は、そのお墓から切り離すように掘られていたんです。あの家の住人は、もしかすると本当に何か怖いものを見たのでしょうか。お化けが入ってくるから、と深い穴を掘ったあの住人は、一体何を見たのでしょうか。あの異様な家を見た人たちは、住人は頭がおかしい、と誰もがそれで納得していました。ただ、裏手にあるお墓の異様さを見た私には、恐ろしい思いをしたが、誰からも相手にされず、そして一人であがき、その結果、狂った人だと思われている、というような、そのようなことを考えてしまうんです。そして孤独に死んでいったのであれば、それはとても怖いことだと思います。
ジオ。はい、ネオハララジオ、コウタです。マタです。よろしくお願いします。お願いします。聞いていただいたのが隔離する家という話です。はい、匿名でのご投稿です。ありがとうございます。ありがとうございます。何なんでしょうかね。あー、不思議な話というか、結局どういう理由でっていうのは分からずじまいやんな。話に出てくる家っていうのが地元にあるお化けハウスって呼ばれてるような家 で、うん、でそこにまつわる話ではあるんやけど、実際この話の中では特に何かが起こったっていうわけではなく、うん、何かしらの現象が起こってるんだみたいな言ってる人が本当のことを言ってるのか、気が狂ってそんなこと言ってしまってるのかっていうのが分からんかったけど、うん、本当のことを言ってたんじゃないのかなって思ったっていうような話なわけやけど、うん、にしてもなんかすごい気味の悪い家があるなっていう感じというか、うんうんうん、人一人の身長ぐらいの深さって言ってたしな、うん、それが家の周りをこうぐるっと囲ってるっていうのが、うん、そらまあなんか目立ってなんかしらの名前はつけられちゃうよねみたいな感じはあるというか、うん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 、実際にそのぐるっと穴を開けたことによって入ってこうへんくなったんかな、うん、あー、その住人が言 う、 そ う、 そ う、 そうお化けが来るから穴を掘ったんだって言って、うん、それで解決したのかどうかっていうのは確かに分からんとこではあるよなっていう、うんうんうん、掘る前の状態知りたいよな、やっぱりその家で、まあ、声が聞こえたりだとかっていうのが周りにはもうあって、うん、それを掘ったことによってそういう風なのが収まったっていうならもう分かるやん、うん、そこが分からんっていうのは確かにその、うん、もうアフターだけ聞いててビフォーが分からんっていうのがあんねんけど、うん、ただ明らかに異常でもう窓も雨戸閉めっぱなしで、うんうんうん、雨戸がないような窓にはもう板が打ち付けられててっていう、うんうんうん、でいざ中に友人が入った時には天井にはお札びっちりみたいな、逆に気が狂いそうな家というか、悪い方に悪い方に行ってそうなイメージというか、うん、なんなんだろうね。で投稿者さんは実際に知って言ってたわけやんか、まあ、噂とかで、うんうん、中の人はお化けが出るって言ってあんなことをしてるんだみたいなことを、うん、なんかそういう噂が立つぐらいの異様さがあるからみんなまあそれで納得してて、うんうん、とはいえそういうなんかやばい家がとかなんかそういう心霊スポットがとかって地元で有名とはいえ結局話すのって周りの友達同士ぐらいやったりするから、うん、実際の有名具合を測ることはできんと思うんだけど、うん、まあ、仲間内ではみんなそれを共有し合ってて、でも実際なんか家のことを詳しく知ってる人おらんっていう状況やんか、うんうん、そんな中で明らかにもう草も生えきってる中にあるお墓を見た時っていうのでそれが異常に感じたみたいな話なんやけど、うん、そこで異常さを感じるってことは逆に言うと他になんか原因が思い当たらんというか、そういう何か原因になるようなものが周りになかったんやろなっていうのもあるやんか、うんうん、だからこの投稿者さん的にも何かしらその住人がそういうことをした理由があるんじゃないかって思った時にまあ初めてそれを見つけましたっていう感覚なんかなと思ってて、うんうんうん、で最後の方の文章にある通り本人はすごい精神的にまともでただただそういう霊障に悩まされなんか一人で頑張ってたら狂人扱いされるみたいな、うんうん、まあ、なんかそういう悪霊的なものの被害に自分が会ったことないからこそやねんけど、うん、もしある日突然そういうものの被害に遭った時に同じ目に遭いそうやなみたいなことは確かにわかるなっていう、うんうんうん、絶対周りもなんか信じてくれへんと思うねや。いや間違いないね。こればっかりは多分同じ現象に合わへんかったらまあわかってもらえへんよな、うん、いくら言ってもやと思う。信じるわって言われたとしても、うん、本当に100信じてるかなっては思うもんな。そうやねんな、お前のことを信じるみたいな言われてもこっちが信じれへんわお前をみたいな、うん、どっちかで言えばそうやねんな。だからなんか普段から言いそうなやつが言ってたとしても、うん、信じれるかどうか分からへんのに、うん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 、ある日突然昨日まで普通やったやつが家にお化けが入ってくるんやけどとか急に言い出したら、うん、こいつんち行かんとこってなってそれで終わるというか、うん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 、へーって言って終わりとかな、うん、そう映画とかやと結構そういうのがあるやん、うん、それこそ自分たちのチャンネルでも取り上げたチャッキーとかもそういう感じで、うん、人形が動くんだって言っても誰も信じひんみたいなことやけど、うん、映画とかやと結局それを
他の人を目撃すんのよな、うん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 、で目撃した人だけが信じていくっていう感じなんやけど、うん、ずっと誰も見ぎひんかったらこうなるんかなっていうとこは確かにわからんではないっていう、うん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 、まあ、自分の身は自分で守るしかないってことの大きい版というか、せやんな。で年齢も年齢で一人で住んでて収入面とかはもう分からんけど、うん、そう気軽にじゃあ家移ろっかって感じでもないっていうのも分かるし、うん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 、何かがあんのかな、ここまでしてでもいときたい何か。あ、そのお墓が私有地にあるっていう話だったのか、うん、身内のものやったら変わってくるよな、うんうん、でお化けが入ってくるっていうのが身内から恨まれてのもので、うん、って考えるとなくはないというか、うん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 、例えばさっきまで本当にお化けを見たんじゃないかって話をしてたけど、うん、めちゃくちゃ話ちょっとぶっ飛んじゃうけど、人を殺すと悪夢にずっとうなされ続けるみたいなこと言うやん、うん、恨まれてるんじゃないかとか、そういう感覚の何か、そんな人を殺めたとかまでは思わんけど、うん、そういう何か人の死に関わって、でその人のお墓が近くにあるとしたら、例えばなんやけど、うん、近くにあるお墓が家族のものやとして、うん、その家族の死に自分が何かしらの関与をしていて、うん、そこに対する後悔というのか何なのか分からんけど、うん、そういうものを抱えてた場合、気持ちとしては家族のお墓の近くで暮らしたい、もしくはそのお墓を守りたいみたいな気持ちがあって、うんうん、ただお化けが入ってくるっていうのがその家族の例だった場合、会いに来てくれたみたいな感覚ではなくて、ああ自分を連れて行こうとしてるんだっていう怖さも持ち合わせてるっていう感覚というか、うんうんうん、そういうのであればお墓の近くでずっと住んでるけど何か怖い念も感じてる、もしくは成仏してほしいみたいな思いを抱えてこういう感じになっちゃったんかなみたいな感覚はあるかなっていう、うんうんうん、でそのお化けっていうのが幻覚として見てるものなのか実際に目の前に現れてるのかっていうのはどっちでも今のやったら当てはまりもするし、うん、でさらにそういうところに誰かの生きる死ぬに自分が関与してしまったとかになれば、誰にも相談せず一人で対策をしていくっていうところにもつながっていくんかなみたいな、うんうんうん、まあ、それこそ最初に言ってた共有なんかできるものではないもんな、うん、もちろんその住人が家族を殺めたんだろうぐらいまでは飛躍するつもりはなくて、うん、事故病気であっても自分が助けてあげられなかったとかそういうのでも、うんうんうん、この場合だと話は進むし、確かにマイナスに感じてて、うん、それで現れてってなると、うん、それもまたマイナスに考えてってなるもんな、うん、そういうなんか見方によってガラッとやっぱ印象が変わる話なんかなっていうところはある、うんうん、ただこれって結局その投稿者さんが本当はおかしい人じゃなく、そのお化けハウスの住人側が真実を語ってたんじゃないかっていうパターンにはめた時なんやけど、うん、本当に気が狂ったやばい人の可能性もあるわけで、うん、なんかそこのどっちなんだっていうのが結局わからんっていうのも結構モヤっとはしちゃうポイントではあるんかなっていう、うん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 、でもこういうの結構ある話やと思うねんな、誰が本当のこと言ってるかわからへんみたいな、うんうん、特になんか友達とかと遊んでても、まあ、軽いところで言うと普通に友達とかと遊んでて嘘つかれて、でも嘘やけどほんまやと思ってそうなんやって納得したら、あ嘘やでって言われるみたいなさ、うんうんうん、あるある、なんかそういう軽い会話のラリーの中でそういうの発生するけど、うん、なんかあんまり知らん人とそういうことになった時に、うん、え本当なんかな嘘なんかなっていうのは結局わからへんとか、うんうん、あとはなんか例えば信じられへんような情報を見聞きしたけど情報を出してる人が本当のことを言ってるのかがわからないみたいな、うん、そういうのって結構あったりはするかなと思うから、うん、なんか何を信じていいかわからんよねみたいな、うん、だから嘘をついてるだろうと思うけどそれが本当でしたってなった時に結構印象がバッて変わるみたいなのは大内緒なりあるけど、うん、結構ある話かなって思ってて、うんうん、で最近なんかそれに近い話もなんかちょっと聞いて、うん、でその話だと結構なんかその心霊的な感じではなかったりはすんねんけど、うん、まあ、聞いた人がちょっと名前だけは出さないでって言ってたんで、うん、あの名前伏せた上でになんねんけど、その人が職場で働いてて、うん、でその職場に S さんっていう男性がおると、うん、でまあ自分と S さんが働いてるその職場に女性からある日電話がかかってきたと、うん、で、まあ、自分でも S さんでもない誰かしらが電話取るやん、うん、会社にかかってきてるから、うん、で取ったら
S さんいますか、そこで働いてますよねみたいなことを言ってくる、うん、でまあそういうのってあんま言えへんかったりもするやん、うん、知らん人に、うん、しかもなんか変な人やなっていうのもあったから、うんうん、なんかあんまり要件も聞かずにこう流しつつ電話終わったりしてて、うん、ただその女性がなんかその S さんに対してなんかすげえ悪口みたいなことをすげえ言ってくる、うん、S さんを働かせているのはどうなんですかねみたいなことを言ってくると、うん、なんか最近は SNS がみたいなとかも話されて、うん、でなんか意味わからん S さんに対する暴言をその女性はもう毎日電話かけて言ってくるねって、ほうほうほう、それが何日もこう繰り返されていく中、うん、ある日んってなってんて、うん、っていうのが、まあ、電話出た人が、まあ、それぞれ違ってたり何日か同じ人が出たりとかもあるかもしれんけど、うん、まあ、そういうその女性の S さんへの悪口を聞いていった人たちの情報が断片的にあるわけやん、うんうん、毎日繰り返されるから、うん、その断片的な情報を一回こう集めてみてんて、ほう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 、そしたらどうやらその会社で働く S さんっていう人が、うん、その電話をかけてる女性に対して結婚詐欺してるんじゃないかっていう感じになってんて、内容が、うん、その細かくはちょっと分かっちゃうからってことであれやねんけど、うんうん、でだからそんな人を働かせてるのはどうなんですかねみたいなことを言ってきてた、うん、もちろんその会社側に何か罪はないんやけど、うん、あんな結婚詐欺なんてするような人働かせてるのどうなんですかねみたいな感じで言ってきてたらしくて、でここまで何日もかけて言ってくるってことは本当にやってるんじゃないって感じになってきたんやって、うんうんうん、である日また女性から電話かかってきたから、その時にじゃあ上の者に変わるんでそこでお話しいただいていいですかって言って、うん、その上司にあたる人に電話変わったと、はい、でその上の人が話を聞くと本当にこの S さんは結婚詐欺をしてたと、うん、でさらにその女性は代表してかけてきてんの電話を、え、怖っ、だから被害が一人じゃなくて、うん、複数人にわたって結婚詐欺を S さんをしてて、うん、その被害者の会の代表としてその女性がずっと電話をかけ続けてた、ほう、うん、このさちょっと腰折るようなあれやけど、うん、S さんはこの電話かかってきてるってこと知ってんの？知ってると思う、知ってんねやそれがそっからここから話じゃないけど、うんうんうん、まずその女性が説明するわけやん、うん、私たちは被害者の会を組んでてみたいな、はいはい、でどうやってその S さんがこの会社に勤めてるか分かったかというと、うん、S さんの更新してる SNS で分かってんて、うん、っていうのがもう見る人が見たらその会社だって分かるようなことがバーって書かれてて、おう、さらにはその会社の悪口みたいなことがめちゃくちゃ書かれてる、ほう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 、うん、であんま出したらあかんようなことまで書いてある、おうおうおう、それもあってこの会社だって分かって電話をかけてきてた、うん、結婚詐欺っていうものやから、うん、親しくしてはいたわけ、うん、そらそらやな、だから SNS のアカウントとかも知っててこの会社にたどり着いたんですっていう内容やってんて、うん、ってことで会社としては S さんに直接話を聞いてみようってなるわけやん、うん、で S さんを呼んで上の人たちがこういう告発的なものがあったと、それは本当なのかって聞いたら自分じゃないですっていうのやって、ほう、ただその SNS に書かれてる会社の情報とか会社での悪口っていうのがその S さんしか分かり得ない情報であったり、なんかこれ絶対に S さんが書いただろっていう内容やったから、うん、いやこれお前だろみたいな、うんうん、結構詰めてんて、うん、そこまで行ってやっと認めたってことやねんな、うん、で一応その S さんはその結構な年齢で中途採用でみたいな、で実際その被害者の会がみたいな話だから裁判中やったらしい、その状態で会社に入ってきてる、ほー、ただ会社にはそんなこと一切言わへん、はあはあ、でそれが分かった上でも会社としては結構制度的に一人の人をクビにするっていうのが難しい、うん、だからこれからどうするかってなった時に、うん、もうその SNS は更新するなってことになってんで、うん、ひとまず、うん、ってことで S さんに誓約書を書いてもらって、もう SNS は更新しませんってことで誓約書を書いてもらって、うんうん、でそこからまたしばらく時間が経つんやけど、うん、あれってなって、あの日以降も普通に SNS 更新されてるやんってなってて、あの日誓約書書いてもうしませんすいませんでしたってなって、改めてそのアカウント見ると普通に更新してるやんってなんでて、うん、でまた S さん呼んで SNS 更新してないって聞いたら、うん、え、自分してないですけどっていうのやって、うん、でいやこれ更新されてるやんって出したら、うん、あ、じゃあ自分ですって、あ、何、え、怖っ、やばくない、だからもう生粋のやんな、
それこそさっきの話思い出してほしいんだけど、何人もの人に結婚詐欺するような人なんや、 S さんって。だからもう嘘つくなんて普通やん。嘘ついてるってあんま思ってないんか。やと思う。自分をよく見せるってだけで、はあ、自分のメリットのある発言しかできひんとか、そういうことなんやろっていう。ただ結婚詐欺に何人もの女性が引っかかってるやん、うん、だから外面すげえいい。そうやな、間違いないよな。うん、ただその狙いを定めてる女性は結構年を召した女性で、言い方悪いけど、なかなかこうピュアな恋愛をして結婚っていうのが難しくなってきてる年齢の女性を狙ってそういうのを繰り返してたっていうのがあって、まあ間違いなく選んでるってことやな。そう、それでもやっぱ思うのは、そういう女性を狙ってるとはいえ、そうした女性たちが何人も心を許してしまうほど外面がいいというか、いや外向きの S さんは素晴らしい人間だよな。うん、で多少問い詰めてもさらっと嘘をついてかわしていく、うん、だここまで証拠が出揃わないと嘘をついてるってことすら引き出せへん、そういう人が普通におるらしくて、だからやっぱり両方から話聞かないと本当のことって分かんないっすよねっていう。うん、なんかしかも認めた時の逃げられへんからっていうのが分かって認めるやんか、うん、そこでの罪悪感ほんまに皆無やん、うん、ああ俺そう俺すみたいな、うん、怖ー、わからん、もうわからへん。多重人格みたいな感じだな。No. うん。だいぶ、イカれてる人、おるなっていう。へぇ。そう、だから、身近におってもわからんからな。ほんまやんな。うん。誰一人、何の違和感も感じてなかったわけやからな。会社で。そう。で、まあ、社内的には、まあ、評判は地に落ちるわけやん。当然のことく。で、まあ、その、表向きは、まあ、その人の都合で退社っていう感じになったらしいんだけど、うんうん、でも、それが発覚するまでは、え、あの人がってなるような存在やったってことやから、うん、だからそれがさ、うん、この話が始まった時からさ、うん、ここに迎えるまで普通に出社してさ、普通に働いてるっていうのもすごいよな。だから噂とかでさ結構言われるわけやん、絶対そんだけ電話かかってきてたら、うん、メンタル硬すぎるやろ。いやほんまに、だからやっぱ自分の都合のために結構気軽に嘘つけるって人って怖いなっていうのが、うん、すごい思ったというか、うん、だからそれこそ自分の話になっちゃうけどさ、うん、過去に動画でしたことあるやん、誕生日を祝ってほしいって視聴者の人に言われてみたいな話、うんうんうん、そう、まあ気になったらちょっと過去の回聞いてもらえたらと思うんで概要欄に載せておくんですけど、一応聞いてない人のために簡単に説明させてもらうと、過去にまだチャンネル登録者が全然いなかった時に怖い話の投稿をしてくれた女性の人がいまして、で送ってもらったこっちとしてはもう体験談なんて送ってもらうことがなかなかないから、ありがとうございますって伝えたら、お願いがあるって言われて、うん、でそのお願いっていうのが誕生日を祝ってほしいってもらやったよな、うん、で、まあ、すごい悩んでんけど、うん、そんななんか体験談送ってもらうっていう当時はものすごい貴重な機会やったから、ね、うんうん、まあ、お礼もあって、まあ、かなりちょっと悩みはしたけど、うん、まあいいですよって言ったら、優しい、 LINE でって言われたよな、うん、LINE で通話で、おめでとうと声を聞かせてほしいと、うん、って思ったけど、まあなんかこっちも体験談もらったしなみたいな、うん、こっちはもらっといて、こっちから渡すものは何もありませんっていうのもちょっとなと思って、いいですよって言って、で LINE で通話することになって、電話かけて、もしもしって言って、誕生日もうすぐってことで何歳になられるんですかみたいなこと聞いたらなんでその以上のこと言うのって言われたっていうのがあってで、いやそんななんか誕生日って聞いたから別になんか年齢聞いただけなんでそんな意地悪しようと思ってないんですけどって言ったら、うん、めっちゃ意地悪なこと言うじゃんって言われていやでもそんな意地悪なこと聞いてると思ってなかったんですけどって言ったらいやめっちゃ意地悪なこと聞いてくるじゃんって言われて似てるんかどうか分からんからな、これ。いやこれは似てる、これはもうそのまんま丸々、怖いわそのまんま。でちょっとそろそろ聞いてもいいですかとか言ったらどうしてそんな気になるのとか言われて、でそれをもう延々繰り返して、まあ年齢聞いたらもう僕の一個をやったみたいな話で、うん、ああもう年齢も聞けたしと思って、じゃあまあお誕生日近いってことでおめでとうございますみたいな言ったら、うん、言わなきゃいけないことあるんだって言われて、うん、えなんすかって聞いたら、もうすぐ誕生日じゃないんだって言われたっていう、なんかってなるよな、そうえってなって、怖い怖い怖いってなって、うん、もうすぐ誕生日じゃないんだって言われて、うん、えってなりつつ、
あ、やばいやばいやばいと思って、まあでも、聞いたら2ヶ月後ぐらいやったから。あ、まあ、まあ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 。嘘やろ。そう遠くはないかって。おめでとうございます。みたいなのを言って、うん、まあ電話を終わったんやけど、うん、まあ、その後なんか、LINE、その通話が LINE でってことやったから、向こう LINE のアカウント知ってるから、うん、そっからもう毎日のように LINE が届きまくるっていう、なんかその、ちょっと怖い体験を実はしたことがあってっていう話を過去の動画でしたんよな。うん、で、その誕生日じゃないんだって言われたのは、もう2年ぐらい前の話になるんだけど、うんうん、もうなんか動画でも話したやんか、うん、だからなんか、その人聞いてたらどうしようとかちょっと怖かったりあるやん。またあれが始まるんじゃないかとかさ、うん、逆に気病んでたらどうしようとか、なんかそういうのもあって、うわーってなって、ほんま意味わからんと思うんだけど、この間こっちから連絡してみて。いや、怖っ。何どういう心理でそうなるもう時間が経った今どうしてるかなっていうのが確かに気になるはなるな。なるやろう。うん。俺もなんかその、言うても最初の体験で送ってもらったのが DM やってん、ツイッターの。うん。だからまあ、ツイッターのアカウントは知ってるから、まあなんか、どういうツイートをしてるかとかも知ってはいんねんけど、うん、まあ一旦ちょっと本人に話聞きたいな、みたいな感じになるわけやん。うん。だからもう、イカれてるやつに、イカれ返ししたわけよな、うんうんうん、初めての。でもう普通にお久しぶりですイカれてんなイカれてるわそれは。ああ、お久しぶりです、元気ですかって送ったよ、うん、普通に何もなかったかのように、うん、そしたら返事が割と早めにパンって返ってきて、ほうほうほう、お久しぶりです、どうされましたって書いてて、うん、おどうしたと思って、おおどうしたまともやぞ、ああ真面目よみたいな、うん、イカれ返しに真面目返しやん、うん、こうこっちが近づいたら離れていくみたいなさ、うん、その位置にもう私いませんがみたいな、そうもう間合い管理えぐいとはいえもうこっちはいやいやいやと、うん、まだまだこっからだよと、ちょっと話しましょうよと、うん、僕の LINE のアカウント知ってますよねって送ったよな、うん、そしたらまたすぐ返事返ってきて、うん、17時半くらいからならお話できると思いますって返ってきたの。ほう、なんか真面目やんと思って。ストイックやな。うん。じゃあ、その、17時半からお話ししましょうってなって、もう俺からしたらさ、行ったんぞみたいな感じや、うんうんうん。17時半になった瞬間電話かけたろと思って。うん。なんならもう主導権をずっと握っときたわけ。うん。怖いから。で、よし、17時半なと思ってもうじっと待ってたわけ。うん。そしたら、17時25分ぐらいに向こうから電話かかってきた。おい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 。もう仕掛けてくるやんと思って。主導権握り返そうとしてると思って。かましてきたな。かましてる、マジで。やっべえと思って、お、急に来るってなって、とはいえやっぱさ、先行はこっちからって俺も決めてたから、うん、電話出た瞬間に、はい、もしもし怖っ出た瞬間よ。うん、でも電話パッて出て、はい、もしもしって言ったら、向こうが、え、なになに怖い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 って言って。それかわ、まあ、変わってねーって。まあ変わらんな。懐かしい響き。なに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 、怖い怖い、漏らしてなんですか、怖い、やばいって言ってて。うん、ああ、もうこの感じ久しぶり。いや、ありがとう、変わらずいてくれてよと思って。いろいろ話したいことあるけど、とりあえずまあ、これ聞かんと始まらんよなと思って。うん、ちょっと、最初にちょっと聞きたいことあるんですけど、って言って。うん。なになにみたいな感じじゃん。うん。で、僕らのチャンネルの動画って、今でも視聴していただいてたりしますって聞いたんや、うん、そしたら少し前まで聞いてたんだって言われたよな、うん、どっちや、あの動画を見たんかどっちやと思って、うん、分からんと思って、でまあ聞かんとしゃあないから、うん、この回のこの動画、これ私の話されてるなって感じの回ありましたって聞いたら、うん、うん、その回以降聞けてないんだって言われて、ごめん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 って、あ、ごめん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 ってなって、あ、なんか逆にごめんってなって、うん、え、聞いたんですかって言ったら、うん、うん、聞いたんだって言われて、あ、なんかすいませんって言ったら、うん、うん、うん、2年前のあの当時は本当にあんな迷惑なことして申し訳ないと思ってるって言われて、お、あ、そっちと思って、うん、で、なんかそんな感じで返されたからさ、うん、こっちもなんか、いや、こっちもなんかすいません、なんか動画で話しちゃってみたいな、うん、まあ誰かっていうのは分からへんようにしたつもりではあるんですけど、うん、なんかあんな感じでちょっとまあ動画で喋ってすいませんみたいな言ったら、うん、うん、私が悪いんだって言ってて、うん、でもすごいと思ったんだ、あんな嫌な思いしたのに、ああやって動画でエンタメみたいに喋れてすごいと思うんだって言われて、うん、なんか優しいってなって、うん、めっちゃ褒めてくれる、なんかいい人ってなって、うんうん、で
いやでもまあ面白おかしく話したとはいえ、まあやって動画とかで喋るのは確かにちょっとどうかなって自分も思うんでみたいなって言ったら、うん、うん、私が悪いんだ、でもああやってエンタメとして動画で面白おかしく話せるのはすごいと思うんだって言われて、うん、いやでも僕の方が勝手に喋っただけなんで、いやそこは本当申し訳ないなと思って、うん、うん、ああやってエンタメとして面白おかしく話せるのはすごいと思うんだってどうしたどうしたどうしたって壊れた、えってなって、でまあちょっとでもこんな話しててもしゃあないから、うん、まあ、じゃあもう2年前のことは2年前のこととして、うん、一回じゃあフラットにしますかって言って、うん、えってなってて、うん、じゃあもうあのお互い、まあ2年前はこうお互いがこうやりたいことをぶつけ合った結果なんかそのああいう感じになったけど、まあ今となってはじゃあもう何もなかったみたいな感じにしませんかみたいな言ったよな、うん、そしたらいいのみたいな感じで言われて、うん、あもうそんなのもうそうしましょうよみたいな、もしかしたらこうこの話を別の人が聞いたら、いやお前が悪いだろとかそっちの方が悪いだろみたいなのがあるかもしれないですけど、もうお互いの当事者感としてはもうじゃあ2年前のことは特に何もなかったみたいな感じでもうフラットな感じでいきましょうって言って、うん、もうこれでどうですかって言ったらありがとうって言われて、ほう、なんかもういい人やんと、仲直りしたね、うん、じゃあもう過去の話はフラットってことでいいですよねって言って、うん、でうんって言われたから、うんうん、じゃあこっから僕のターンねって、怖っ、いやーこの2年間聞きたいこといっぱいあったんですよねって言って、なに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 怖い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 ってなって、そらそうなるわ、なに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 ってなって、いやーこの機会ねいつかできひんかなと思ってみたいな、怖い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 やばいんだけどって言って、何聞かれる何聞かれるのってなって、いやーちょっともう聞きたかったんですよ、2年前 YouTube やってる僕に連絡してきてなんかああいう感じになりましたけどその後聞きたいことあったんすよねみたいな言ったら、うん、え、なになにやばいってなって、聞きたいことって何なのって言われて、うん、まあ、聞いたわけ、うん、YouTube やってる人と付き合ってますよねって言ったよな、お、そしたらえ、なんで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 みたいなって、うん、え、なんで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 そう思うのなんでそう思うのえ、なんでなんでってなって、うん、いや、まあ、さっきも言った通りその俺その人とのそれがあったから、うん、そっからのこの2年間毎日とかちゃうで、もちろん、うん、なんかこう SNS に何か書かれたらめんどくさいなとかなんかいろいろあるわけやん、はい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 、あとその、うんうん、なんか精神的にちょっと病んじゃうタイプやって、はいはいはい、なんかその自傷行為とまではいかんくても、うん、なんかそういう方向に走ってたらなんか大丈夫かなとかそういうなんか気にかけてたまにツイートを見に行ってたやん、はい、そしたらそう見たらそう見えるっていうようなツイートがあんのよな、うんうんうん、でんと思って探していくと、あ、これこのチャンネルのこの人やなってとこまで分かって、ほー、で何々チャンネルの何々さんとお付き合いしてますよねって言ったら、うん、え、なんでなんでなんでみたいなって、うん、え、なんでなんでってなって、いや、はいかいいえで一応答えれる質問だとは思うんですけどって言って、そしたら、え、待って待って待ってみたいなって、え、なんでそう思ったのみたいな、私リアルの友達からもツイッターフォローされてるけど、その友達とか SNS でつながった人で仲良くなった人とかって絶対に私に連絡するとき彼氏がいないって前提で送ってくるんだって言ってて、うん、だから彼氏いますよねっていう時点で初めて聞かれたのに、なんでその人だと思ったのって言われて、うん、あ、じゃあもうそこまで聞くなら説明しますねって言って、うん、このツイートのこの写真のここ、このツイートとこのツイートが多分時系列こうなってて、で、こう多分このツイートの内容がこうですよねみたいなことめっちゃ言ってきた。で、そしたら、うん、全部合ってる。えってなって俺が。考察してしまった。うん。全部合ってるってなって、うん、じゃあもう一回聞きますけど、付き合ってますよね。って言ったら、うん、うん、付き合ってるって言って、でその2年間のうちに付き合ったんですか、それとも今も付き合ってるんですかって聞いたら、今もってなって、長いな、なうなんやと思って、うん、で付き合ったのはでも数ヶ月前やねって、おーっていうところもなんか気になったから、うん、ちょ差し支えなければどうやって仲良くなってどうやって付き合ったか聞いていいですか、おーおー、単純に興味ある、そう興味あるとって、うん、いいですかって聞いたら、うん、いいよってなって教えてくれてんけど、うん、まずどうやって仲良くなったかっていうと、その人が普通に YouTube やってる人やねんけど、うん、複数人でやってる YouTube のグループみたいな感じで、うん、まあ、登録者も結構多くて、うん、まあ、あんま細かく言うと分かっちゃうんだけど、うんうん、まあ、万は超えてる、うん、でその中の一人の人がまあ結構好きやったと、で仲良くなりたいなと思って、うん、まあ、怖い話を送ったと、うん、でその人が怖い話好きなの知ってたから、うんうんうん、で怖い話を送ったりして、この話どうですかみたいに言って、うん、でまあちょっと打ち解けたタイミングで電話しましょうよって言って電話して、まずそこで仲良くなったって言ってて、うん、俺と全く同じ手法を取ってるやん怖くない、だからちょっと違えば、そうそうそう、え、
俺と同じ賞を取ってるってなって、うん、でそっから付き合おうとなったんですかって聞いたら、うん、違うと、うん、その人同棲してる彼女がおったっていう、その時、うん、連絡取って通話してってしてる時に、うん、同棲してる彼女がその YouTube の人側におって、うん、じゃあそれどうしたんですかって聞いたら、それでも通話とかはよくしてた、うん、でそんななんか別れさそうとか私の方に振り向いてほしいなみたいな気持ちは別に全然なかったんけど、うん、普通に友達みたいな感じだったから、うん、まあ、通話したりなんやしてたっていうねんな、うん、まあ、そうなんすねって言って、で一緒に遊んだこともあるその時期にって言って、うん、でも全然そんなあれじゃないからみたいな、はあはあ、友達やからっつって、あじゃあ日帰りでって言ったら泊まりって、はあ、もう自分で降って自分で落とすから、うん、まあ、怖っでえってなって、うん、で泊まりで遊ん でしかもその時にまだ付き合ってんねん、その YouTube やってる人側は、うんうんうん、YouTuber 側は、うん、同棲してるやん、うん、でその時にまあ泊まりでその女性と遊ぶやんか、うん、でもうすぐ誕生日近いんでしょって言われて、うん、指輪もらったっていうねんな。ほー、俺それ聞いた時はさすがにその誕生日は本当の誕生日かなと思ったで、うん、そら思うわもうこの人から出てくる誕生日はもうな、そう怖ーと思って、うん、でもまあそんなこと聞くわけにもあれやから、うん、え指輪もらってどうしたんすかって聞いたら、うん、それで結局しばらく遊ばんくなってんて。ほう、そうなんねや。うん、なんか俺も理由は分からへんで、うん、理由は分からへんけど一回遊んで、でまたちょっとしばらく期間空いてんて、うん、でその期間空いて、まあでも連絡は取ってる、うん、遊びはいかんけど、うん、連絡は取ってて、でこの女の人側、うん、なんでそんな意地悪なこと言うの側は、うんうん、あの転勤で関東の方に来てて、うん、でそれで働いてたらしくて、はい、でそこでこう仲良くなって関東同士でこう遊んでみたいな、うんうんうん、やったらしいんだけど、それでその仕事の関係でまた今度地元の方に戻ると、地方の方に、はいはい、っていう話を向こうにした時に、うん、もう別れるっつって、その YouTube やってる人が、うん、同棲中の彼女と、そうで別れて一緒に行くって、あ地方に、そう、え意味わからんやろ、だからもう俺もわけわからんの、うん、怖い話を送って電話何回かして、一回泊まりで遊んで指輪もらってしばらく期間空いて地方の実家に戻りますって言ったら、俺も別れて一緒に行く、もう怖っすごいなあったん一回や、うん、もう意味わからんくて、えマジっすかって言って、うん、でそれ何ヶ月前っすかって言って細かくそれ聞いたん、うん、で実はさっき言ってその YouTube の中の一人の人やとか言ったやん、うん、そのチャンネル俺知ってるわけやんか、うん、当然、うん、そのチャンネル見るやん、うん、その月から一度たりとも動画投稿されてない、言葉出ませんわ、うん、えじゃあこの投稿されてない理由ってあなたが原因ですかって聞いたら、うん、そうなると思うって、事実上の解散したみたいな感じやん、そう、今回やばい人しか登場人物出てきてない、マジですごない、なんかすごい、うん、なんかまあこんなこと言っといてあれなんやけど、うん、まあ、そのなんか誰と誰が恋愛しようが別に自由というか、いや間違いない、うん、そこは別になんか責めてるわけじゃなくて、うんうんうん、なんかすごい話聞いちゃったみたいな、こんなことあるんやっていうな、うん、でこの話するのって言われて、うん、えちょっとダメ元で聞いてみたいんですけど、していいですか YouTube でって言ったら、うん、いいよって心広すぎやろマジでいいんってなって、うん、いいんすかっつって、うん、絶対あかんって言われると思ったんですけど、いいんすかって言ったら、うん、うん、いいよって迷惑かけたから差し出してくるね、ありがとうございますつって、えマジでいいんすかつって、えなんか分かっちゃいませんみたいな言ったら、うん、さすがにその最低名前とかは言わないでみたいな、うん、でもあのいいよってえみたいな、僕言いますよつって、うん大丈夫って一存で決めていいんかが不安よな、そうって思って、なんかちょっとやっぱ不安にさせてくるよな、いろんな意味で、どうしようと思って、でも動画で喋るとき、じゃあ過去の送ってもらった話とか使った方がいいですかって言ったら、うん、いや聞いてほしい話あるんだって言われて、おその話書いて送るねって言って送られてきたら、近所にお化けハウスがあってみたいな話やって、いやこの前の話、うん、ってすごい話持ってたってなって、じゃあその話しますねって言って、で今この感じになってる、すごい、うん、1話でなんかすごいことになってる、うん、でもちょっと文章がな一部読みづらいとこがあって、うん、確認させてほしいなと思って、うん、で
今日に至るまでに連絡送ったよ、向こうに。はい。こういうのって話した方が早いやん。うん。文章やと、なんか、なんでそこを、はいはいはい、おかしいと思ったのかとか、意図も伝わりづらいし。うんうん、で、ちょっと話せますかって言ったら、うん、今お風呂入ってるって帰ってきて、うん、あ、じゃあ、もしこの後時間あったら、返信欲しいんですけど、ちょっとあの、文章を直したくて、そこの確認のために少しお話できればなと思ってって送ったら、うん、お風呂だから話せるよってきて、はあ、どういうこと？おー、すごい。うん。いつでもかけてきてくれていいよって書いてて、うん、どうしようと思って、二択やと思って。二択やなって、うん。普通に電話かけるか、テレビ電話かけるか。そういう感じで、その二択は俺の頭になかった。俺の二択どうしようと思って。かけるかけへんじゃないんや。うん、もう。でもこの、ひよって普通の電話かけて、うん、そしたらマジのお風呂の反響具合。うん。マジ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 。え、なに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 で、なんか普通に喋って、うん、文章直して、投稿、話を送ってもらったって。はいはいはい。そう。いや、すごいわって。なんぞ。でも怖かったよな。お風呂の外に彼氏おんのかなって。いや、めっちゃ怖いよ。やられんで、マジ。やられんで、マジ。ほんま、怖いわ。他人事ちゃうからな。やられんで、マジ。誰チャンネルの更新止められんで、俺らも。いや、もうそうなったら、こうたもなんか、そうなったってことやん。いや、ほんま、なあ。で、なんかその、ツイッター上とか、あるやん、SNS で、チャンネルのやつ。うんうんうん、あの、何の説明もないからな。そのチャンネル。マジで。バチバチ揉めたんじゃん。ああ、やと思う。チャンネルみたいな話して。うん。何の説明もなく、あの、ピターンって止まってる。止まってるだけ。うん、そう。その理由を、すべて握ってたのが、まさかね。2年前の、うん、そこの、万を超えたチャンネルを止めた女よ。すごいわ。うん。で、話していいですかって言ったら、全部話していいよって。ほんまみたいな。罠ないこれちゃんと。だから逆にその人に関わることは言ったけど、うん、あの、チャンネル側、うん、向こうのチャンネル側には、あの、絶対影響ない範囲で、話させてもらったっていう感じです。うん、うん。最後に、やっぱこれ聞いといた方がいいかなと思って、うん、あの、2年前連絡してきた時って僕らまあ数百人とか、そんぐらいやったと思うんですけど、みたいな、千人とかかな、みたいな、うんうんうん。で、今こう2年経って、まあちょっと僕らありがたいことに数万人とかいるじゃないですか、って言って、うん、まあ向こうも、それは本当すごいと思うって言ってて、うん、で、そういうのを目の当たりにした時に、やっぱ数百人の時から目をつけてた私の目に狂いはなかったな、みたいなことをちょっと思いました、っていうバリどぎもいい。もう何でも聞いて何でも言ってくれるし、うん、もうめちゃくちゃキモい質問投げてみたい、うん、そしたら、うん、思ってたよ、だって当時からズバ抜けてたもんって言われて、うん、なんかちょっと好きになってる。気持ちよなってるやん。あ、ありがとうございますっつって、もういい子になった俺の中で。俺の中ではもうあんな嫌なことがあったけど、今はもう何倍もいい人みたいなイメージで、黒が白になったな、マジで。そう、それぐらい変わった、うん、多分聞いてる人のイメージも、その人のなんか女の人のイメージがなんかバーンって上がって、俺に対する気持ち悪さみたいな、やばいやつやなみたいな、なんかなってってないかなっていう謎の逆転したよな。あの誕生日じゃないんだの時はコメント欄でそんなやばい人がいたんですねみたいなやったけど、うんうんうん、それが消えたわけじゃないのに今印象変わってるやん、うん、でも考えてみて、嘘かもしれないからな、全部が。だってお風呂入ってる時にいいよって言うかな、もともと誕生日じゃないのに誕生日って言って出ましたよ、うんうんうん、やられてるわけやからな、うん、そういうさっきの結婚詐欺の人みたいに、うん、自分のメリットになる嘘はすぐつくん、うんうん、って時に彼氏と同棲してるとか言うかなとか、同棲してるのにお風呂入ってる時に電話できるよって言うかなとか、これ何が正しいか今わからなくなってるからな。本当に正しいことを知ってるのは誰なのかすらわからへん。うん、だから最終的にはエンタメとして楽しむしかないという。まあそうやな、うん、自分はもう聞いた話全部出したそのまんま、うん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 、っていう感じで、はい、やっぱないくら言われてもやんな、実際に体験したりそういう風な、なんていう、怒らへん限りわからへんよな、うん、聞いた話とかってやったら、うん、だから何が正しいのか判断するのって本当に難しいんだなっていう、うん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 、本当か嘘かわからんようなことで人の評価が、まあ、上がったり下がったりすぐしちゃうっていう、そうやな、うん、っていう話をすることで今回でちょっと下がったであろう俺の
イメージを今グイグイって頑張って引き上げてる。ちょっと苦しそうな声出すんがもう。はい。っていう感じで、まあなんか今回もすごい話あったなっていう。そうやな。うん。これちょっとポップに話したけど、引いてみたら結構すごい。いやすごいよ。よな。うん。うん。冗談みたいに言ったけど。そう。この人自身が結構なんでみたいなあれやからあれやけど。うん。内容はグロめや。なんかえってなることの連続というか。うん。同棲してた彼女かわいそうやなとか、うんうんうん、間違いないで、うん、急に何が起こったんってなるな。そう、チャンネルの他のメンバーかわいそうやなとか、うん、何が本当かもわからんし、間違いないで、いや、やばい人たちは近くにいるんで、皆さんはそういった人たちに絡まれなければいいなっていう感じで、うん、今回は終わりたいなと思います。はい、最後になりましたが、チャンネル登録や高評価お願いいたします。お願いします。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。